先生。ペトラ先生はここですか？はい、ペトラ。先生、ここ意味難しくあります。どのような時いかに使います？いや、ほんとペトラは真面目なんだな。あ、なんか初めて教師の仕事してる気がする。いいよ、教えてあげるよ。この俺で分かる範囲では誤謬ですか？ちょっと待って。ちょっと待って、辞書開くから、ちょっとスマホ開くから、ちょっと待ってね。ごぼう、ごぶん、ごぼう。ごぼう違います。それ薬用、根っこ、私知ります。だとペトラック、ペトラック。ごびゅうです。ごびゅう。これ口頭でごびゅうって言われてもわからんだろ。わからない。カクカクシカジカ。ありがとうございます。クエスチョンマークついてた今。理解早すぎた模様です。どういうことだ。人類に早すぎるってやつか。ここですが、いいですか？はい。ここ書かれている、あの優しめで、お、何でしょう。私の顔、何か付着するしています？ああ、目の下なんかついてるよ、ペリーっつって。剥がせたりしないから、それ。熱心だと思って見とれていた。頬がついてる。これはどうだ。この返し、ペトラ受け取れるか。この返しに対して、頬ついてるですか、当たり前だと思うですって言いそう。頬ついてる、それ当然。私知っています、それ。ああ、よかった、喜んでくれてるからいいや。フォドラの冗談です。ですか？そうです、フォドラの冗談です。フォドラのせいです。ああ、新イベントで好感度上がるとかあるんだ。今まであったっけ。やで、相当俺新イベントの選択肢外してきてんのかな。それとも顔の文様気になる、なりますか？まあ、目は行くよね。目は行くけど、別にそれはそれぞれでしょう。文様、先生ね、国が違うしな。私、ブリギット諸島の出です。うん、あのさ、モブキャラがさ話してる中にさ、ブリギット、パルミラ、ダスカ、こいつらには気をつけろみたいな、よく思ってない奴らは多いみたいなことを言ってる奴らいたもんな。ブリギット諸島もか。この文様、ブリギットのもの、森の精霊の加護祈ります。狩猟司る森の精霊、大量と無事願います。精霊様々います。あ、魔法とかはペトラの国では精霊が起こすものっていうことになってるのかな。そういう感じなのかな、仕掛け的に。なんかレオニーと仲良くなりそうね、やっぱペトラは。他の文様、腕、背中刻みます。一族の息災、戦勝も祈ります。ペトラ教えてくれ、その中にトカゲの入れ墨入れる、トカゲじゃねえ、サソリの入れ墨入れたやついなかったか。さっきちょっとカスパルで自決してしまったんだけど。見せる機会あれば思います。先生、見たいですか？え、それどこについてんの？胸？胸元？見たい、見る人く、見たい。いつか、分かったな、きっと。いえ、機会あればです。そうです、私、先生感謝しています。話いつも辛抱強く聞いてくれます。ああ、まあそうだよね。フォドラの言葉、聞く、読むできます。ですけれど、話す難しいです。そっか、うん、まあそうだよね。先生、これからまた力貸してください。私答えます、全身全霊。いや、本当にペトラはね、もう応援したくなる、応援したくなるけど亡霊だったからちょっと怖い、ちょっと怖いんだよな。殺しに来てたもんな。ちょっと黒髪同盟編の時に扱いの悪さが、やらなければならない、扱いの恐ろしさが。私あるですから。それは何なの。頑張ろう、ほどほどに。いや、頑張ろう。はい、全身あるのみ思います。そうだな、失敗なんかくじけちゃダメだぜ。失敗なんかしまくってなんぼやで。すぐいろんなもん壊してなんぼやで。ユーリスとの支援イベントですね。
こんな夜中にどこへ。アビスに行くんじゃない。ああ、あんたか。こっち向け。いや、何、ちょっとやばよ。あんたに迷惑はかけねえよ。見逃してくれ。仕方ない、夜間外出は良くない。先生っぽく車か。あんたも教師らしいこと言うじゃねえの。学生っぽいけどね、やっぱ。ああ、それともなんだ、俺を心配してくれてるとか。心配はしていない。心配してる、心配してない。ユリスは大丈夫だと思ってる。まあ、あんたは俺の素性を知ってるんだもんな。どういう関係になってんのこれ、今アビスの子って突然ってか平然と現れたけど、どういう関係になってるの。夜の街を歩き慣れてることくらい分かってて当然か。あんたが俺を引き止めようが、ホストとかやってます。今夜ばかりは聞けねえ、外せない予定があってね。ドロテアちゃんっていう乗客が来るんじゃなくて大丈夫。ドロテアちゃんホスト狂いしてユーリス狂いしてない予定。話す必要も義理もねえはずだが、話すまで解放しねえつもりだな、あんた。どう説明したもんか。構想？いや、裏切り者の粛清。フェリックスのことか。フェリックスのことか。フェリックスは裏切り者っていうか、フェリックスは、まあ、王国編も同盟編もフェリックスいたからな。アビスはいなかったけど、アビスにね、フェリックス呼べなかったのがちょっとね、俺寂しくて。ちょっとフェリミが足りなかったもんな。粛清？仕方ね、順を追って説明してやる。俺の部下に一派を裏切った奴がいてな、奴は棟梁、つまり俺の財産やら何やらを持ち逃げして、ある盗賊団に寝返ったのさ。パジャルトか、パジャルトさんのことか。サソリの入れ墨って言っても伝わらねえだろうが、まあとにかくでけえ組織だ。繋がってって、待って、繋がってんのカルパス。え、待って、え、カルパスと繋がってんの。たとえ相手が大組織だろうと、因縁をつけられて黙ってるわけにもいかねえだろ。そいつ粛清されたけど、カルパスに。だから向こうにお邪魔して頭と話をつけてくるのさ。日陰者なりの流儀でな。なんか前もアネットちゃんのなんか人形の話だったかも。そうだけど、微妙に繋がってる支援イベントあるよね、他のこと。危険だ。なるほど。さすがは元傭兵、俺たちのやり方もよく知ってると見た。ま、俺は望みのない賭けはしない主義でね、賞賛がなけりゃのこのこ出ていかねえさ。手伝おう。楽しそうだ。不安だ。楽しそうだ。楽しかねえよ。下手すりゃ死人も出るんだぞ。ユーリス人一倍仲間のこと好きだもんな。大切に思ってるもんな。ってことで俺は行く。町の外で仲間を待たせてるからな。だからこそ仲間を危険に合わせる裏切り者は許せないし、その裏切り者もつい最近までその仲間だったってので、やっぱ苦しいんだろうな、ユーリス。同行しよう。あんた、なんだ、狙いは何だ。早いな。金か、俺か。俺かってなんだ。それとも誰でもいいから殺したいとか。これも教師の務め。興味がある。そこまで言うなら構わねえけど、いざって時の戦力には数えられそうだしな。俺はあんたを信用してる。だが信頼していいのかはまだわからねえ。ああ、そうだよね。信用と信頼はまた違うんですよね。部下に何かしたらその場で喉を裁く。礼を書いて悪いが、そのつもりで頼む。いや、いいなあ、このユーリスのさ、ユーリスのボス感っていうかさ、仲間思いな感じっていうかさ、いいよね。だからこそアビスをまとめられるんだろうな。ハーピちゃん。ハーピちゃん。あ、先生じゃん。どう？教師も慣れてきた？慣れてきた。マジ慣れてきたわ。慣れてきた。あんまり慣れてない。慣れてきた、きた。慣れてきちゃったか。きちゃった。でも君ってそんな顔してるもんね。そんな顔してる？どんな場所でも生きてけるっていうか、何でも平気だって顔してるよ。本当？ありがとう。別に褒めてないし。っていうか、セイロス教徒じゃないのに、すっかり教団の一員って感じで、ハピ結構嫌かも。ああ。悪かった。謝らないでいいって。こっちが勝手に嫌なだけなんだし。ハピはさ、
教団に裏切られたっていうか、扱いがひどかったっていうか、教団にいい思い出ないんだよね。あ、他の人には言わないでよ、これ。扱いがひどい。裏切られた。裏切られたか言った今。扱いがひどい。ハピって小さい頃、怪しい連中に連れ去られて、ずっと捕まっててさ。隠れ里からね。一応騎士団の人たちに助けられたんだ。けど、その後は地下送りでしょ。まあね。あくびだっけ、咳だっけ、くしゃみか。すると魔獣が飛んできちゃうんだよね。魔獣呼び寄せ体質なんですよね、ハピちゃんは。扱いひどくない？捕まってた時と全然変わんないし。大社に困ったんだろうな、セールス騎士さんも。信徒の安全がどうとか、より多くの人を助けるのがどうとか、そんなんばっか。ハピのことなんか誰も気にしてくれないわけ。あ、でもアロイスさんって人だけはちょっと優しかったかもね。面白いし。すごいな、アロイスは。本当にベルにも懐かれて、ハピちゃんにも懐かれて、アロイスはもう天性だろうな。確かに面白い。確かに。あれ、ハピの冗談通じてない。冗談だった。まあいっか。そんなわけでハピは教団が嫌い。ハピちゃんはなかなか掴みどころがな、難しいとこあんな。急な抜擢だったんでしょ。逆に不要になったらすぐポイってされちゃうかもね。ごめんごめん、脅かしたいんじゃないし。ただあの人たちの理屈ってさ、教義とか教会の決まりとか、そういうのに縛られがちじゃん。ハピはそういうの苦手っていうか、縛られることから逃げてきたっていうか。逃げてきた。そう。でも逃げた先でまた他のものに縛られて、また逃げて。ハピが望むものなんてこの世界にないのかもね。ハピちゃん結構こう諦め系女子、脱力系女子っていう感じのとこだもんな。そんなことは。あっちゃあ、また暗い話しちった。まあ忘れてよ。君の未来はハピと違って明るそうだし、そういうの期待してもいいんじゃない？ね、ハピちゃんって S ある。ハピちゃんをめとるルートある。でもその寄り所にセーロス正教会はおすすめできないじゃんってこと。じゃあハピも行くし。ありますか、そのルートありますか、あるんですか。ハピちゃんのルートはある。オッケー、よかった、ありがとう。オッケー、バリに行くか。おっと、ちょうどいい。少し頼みがあってね。金は貸さんぞ。お前借金でアビスに逃げ込んだんだろう。金は貸さんぞ。嫌な予感が。いい感してるじゃねえか。悪いが少し金を無心してくれねえか。今節もカツカツだ。断る。今節もカツカツじゃないんだよな、割と。盗賊から金塊とか仕入れてるから断る。そうかい。ま、しゃあねえな。取り立てにガルグマクまでご足労かけたあのおっさんが手ぶらで帰るだけだ。俺としても何とかしてやりてえが、先立つもんがなけりゃどうしようもねえ。バルニーって懸賞金かかってんじゃなかったっけ。お前を突き出してお前の借金払えばいいんじゃないの。自分を突き出すことによって自分の借金を返す。それどうだ、働こう。働ける年齢でしょ、バルニー。教団にも借金があってね。どこまで借金してんの。働くそばから吸い上げられていくんだよ。お前が吸い上げたからだよ、それ。お前が先に吸い上げたから。もうフォドラから出ちまうくらいしか俺が自由になる方法はないんだね。お前最後のエンドロールでフォドラからパルビアへ逃げたみたいな感じの出てきそうだな。去ったら寂しい。バルニー好き。バルニー割と強いからだ。ただの軽口だ。わかってんだろ。バルニーめちゃくちゃ強いからだ。てめえの居場所はてめえで決める。瞑想して一人で守ったんだ。懐の事情なんかに左右されてたまるかい。大体金が欲しかったら男爵家の当主の地位を投げ出してねえって。当主だったとは貴族には見えない。割と貴族っぽいけどな。もうやからっぽいけどな。貴族を通り越してやからっぽいけど、当主だったんだよね。まあ。小さい家さ。
レスターの東の方にある。やめたといえば聞こえはいいが、当主の資質なしってんで、半分くらいは優秀な弟に追い出されたようなもんだ。何気にしちゃいねえよ。実際俺は当主には向いてねえんだ。家を継ぐ際もいろいろとあったしな。今の生き方が性に合ってるよ。お前はどうなんだ。どうとは。ガルグマークに来たのも偶然に偶然が重なったせいなんだろう。親父さんはナウテの傭兵団の長だった。ゆくゆくはそれを受け継ぐなんて生き方もお前にはあったんじゃねえか。わからない。あったとは思う。考えたことがない。ルートとしてはあんのかな。それがなんか風化雪月無双っていうゲームはなんか別の世界線らしいんですけど、よくわかんないけど、またこの4つの世界線とはまた違う世界線を辿った未来みたいな感じらしいんで、傭兵なのかな、もしかして。傭兵を引き継いだとか、騎士団引き継いだ後の話とかだったりするのかな、わかんない。だったら考えてみちゃどうだい。それが生きるってことだろ。さて俺は行くぜ。どっかに金でも転がってないかね。なんかバルニー人生の先輩みたいな喋り方してるけどさ、お前借金取りに追われてるだけだから参考なんねえからなお前それ。堂々としてるけど、厄介なことにさ、バルニーさ、この方と支援イベントあるからさ、この方このルートで仲間にできないからさ、フェルディナントゥもあるしさ、これねえカスパルもあるからさ、ちょっとヒルダちゃん続行ってか、ヒルダちゃんのみんなでめでてくルートを取らないとちょっと見ていけないっていう、そういう感じがあるんだよね。あとでヒルダちゃんの見ます。この二人か、全然終わらないわ。あ、フェルディナントくん、ナスと一緒だろうな、扱いとしては。ナスと一緒なんだろうな。ヒルダか、私に何か用でも。あのさ、実はあなたにお願い。残念だがお願い事は聞けないな。まだ最後まで言ってないのに、どうしてわかったの。君の考えていることなら大体想像がつくからね。いつも誰かに頼ってばかりだが、たまには自力で成し遂げてはどうかね。あれ、ナスと違ってまともだ。なぜだ。なぜだ。ナスと全然違うぞ。ナスだったらなんか勝手に調子に乗ってなんかやってたな。君も貴族の一員なら怠けず手を抜かず地道に努力して成功をつかみ取るべきだ。ああ、そういう意味ね。貴族的な意味で見てる。そんなこと言われてもな。まあ、あなたはそんな貴族の鏡だもんね。こっちは貴族って貴族前と全くしてないもんな。ひらちゃんはいつも貴族としてって考えているし、努力も怠ってないじゃない。お、来たぞ。おたてるヒルダ来たぞ。この前もブグの手入れしてたでしょ。あれだけの数一人で終わらせてすごい、ね、やばいぞ。おたて上手のヒルダさん来たぞ。まずいぞこれ。おたて上手のヒルダさん来たな。あの程度誰であってもできるさ。そんなことないよ。だって私現にできてないもん。できてない、何がだね。今ね、この書庫の備品を整理してるの。だけど全然終わらなくて困ってたんだ。うまい感じにヒルダさんシフトしてるぞ。備品の整理程度でなぜ困るのだね。並べて個数を調べるだけだろう。数が多すぎるのよ。あなたみたいに頭が良ければ簡単な方法も思いつけるのにな。方法がないわけではないな。どんな方法？教えて教えて。最終的になんかこう希望のルートにたどり着くヒルダちゃんはすごいよね。少しだけだからな。セテス以外とだったらよく見ておきたまえ。まず備品を大きさごとに分けるのだ。ふむふむ、次はどうするの。次は備品ごとの並べ替えだ。こうすることで数を調べやすくなるからね。ほうほう、それからそれから。そして数を調べるときだが、こうして束にして数えれば効率的だろう。あっという間に終わったね。おかげで助かっちゃった。なんだかんだ終了している。数えるのが終了している。メルディナント君ありがとう。じゃあまたね。やはり強いか。お安いご用さ。あっと、しまったな。お
思わず全部やってしまった。さすがおだて上手のヒルダさんやで。ヒルダちゃんすごいよな。ヒルダちゃんすごいよな。いいな、ヒルダちゃん好きだな、やっぱ。みやびさんだし。